おはようございます。エイデンです。今日は9月10日2023年のチューブミーティングに向かっております。今年春には、軽井沢ミーティングがあったんですけども、もう抽選が当たらなくて参加できませんでしたので、まあいわゆるロードスターのミーティングというのはですね、今年ほとんど初めてみたいな感じでして、チューブミーティングは、まあ、軽井沢ミーティングと並んで僕がロードスターに乗り始めた時にですね、最初の頃からですね、まあ、欠かさず、何回か行かなかった年もあるんですけども、まあ、基本的には欠かさず、参加していたミーティングなので、結構ね僕としてもですね、思い入れがあるミーティングでして、まあ、軽井沢は今もう自分が行きたいと思ってもなかなかね行けない、抽選が当たらないと入れないっていうところあるんですけど、まあ、チューブもね、今年はチケットが結構あっという間になくなってしまったのかなっていうこともあって、そういうところはいくらかねあるのかもしれないんですけど、まあ抽選ではないのでね、頑張って争奪戦に挑めばですね、チケットを入手することがまあできる、抽選よりは高い確率で入手することができるだろうということで、まあ今年もなんとかチケットをゲットしておりますので、今日は参加したいと。はい、まあ、ちょっとナビが被ってきますけど、まあ一応今日ね参加するということで今会場の方に向かっております。ちょっと一応屋根閉めとくかね、高速道路だしね一応ね。よいしょ、心なしかギアの調子もいいような気がする。あ、そんで天気なんですけども、数日前にまあ台風が来ていたっていうこともあってちょっと不安定なんです。不安定なんですけども、一応今日予報としては、曇りマーク、晴れマーク、雨マーク全部出ております。果たしてどうなるんでしょうか。まあ晴れるとチューブミーティングの会場めちゃくちゃ暑くなるんで、曇りが過ごしやすいのかなっていう気はしていますね。はい、まあぜひ今日は過ごしやすい一日になってくれることを願いたいと思います。それでは行きます。会場の直前まで来ました。もうちょっとで着きます。もう多分並んでると思うんですけど、本日はですね、撮影の、まあ、スタッフ枠で入れさせてもらうということなので、もう列ができていれば、横をちょっと上がらせてもらおうかなと思ってます。うわー、おはようございます。おはようございます。眩しい。もうめっちゃ並んでる。おはようございます。めちゃくちゃ並んでる。おはようございます。おはようございます。おっとっと、川勝さんだ。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。芝生の方に車を止めてください。あ、ぐるっとあのアルファード、白いアルファードあるんでそっちの方から入ってもらって、はい、あ、あの向こうの裏のところの横でいいですか。はい、はい、ありがとうございます。お、はい、芝タイヤ。おはようございます。お世話になります。おはようございます。お、川勝さんの裏だ。
会場に入りました。もうスタッフの皆さん入ってて、今もう誘導を開始しています。あ、まだ今入ってきているのはドレコンの参加者とか、あと業者さんとかです。僕もちょっと今日は早く入らせてもらったんで、会場前の様子なんかも少し撮っておこうかなと思います。今日はロードスターブロスの取材もあるみたいです。ここが今日マジカペさんのお店です。なんで僕今日ここでアルバイトしながら撮影もしたりして、この辺うろうろしてると思います。のれんできてる。あ、でも上り旗なんですか。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。発注しちゃうと、はあ、結構高くなるんで。へー、これはどういうことなんですか。矢印はこれ30メーターぐらい離れたら多分のれんに見えるんですよ。マジっすか。ちょっと切れ目に見える。どうでしょう、上りの切れ目に見えますか。見えるような、見えないような。オフロードスタードレコン車両もう結構来てますね。ちょっと気になるの、あそこになんかマックインいるんだよね。お、ほら、これちょっと気になる。かっこいい。おはようございます。すごい強そうな、強そうな胴巻きしてる。あー、着いた。チェックワトゥトゥトゥヘイハハハヘイ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 ハハ。入場を開始しますので、下の坂のところにロードスターを止めて上に上がってきている方は早く、なるべく早めに車に戻ってください。もうちょいで始まります。もうちょっとで向こうから、こっちか、こっちから、今日の参加者の皆さんがですね、入場してきますので、ちょっと撮っとこうかなと思います。今年はちょっと全部は撮れないんですけど、撮れるところだけ撮りたいと思います。これちょっと、これ自分で作った、今日マジカペさんのバイトなんで、バイトのユニフォームです。入場開始しますので、各自準備はよろしいでしょうか。 OK ですかね。ではボランティアスタッフの皆様、よろしくお願いします。ショップの皆さんも、今から入場開始しますので、よろしくお願いします。お、来た、1台目。ですので、どうぞ設営を開始していただいても大丈夫ですので、いい場所を確保してください。あ、おはようございます。レッドブル買ってきちゃったよ今日。
しまった。おはようございます。誘導の指示に従って進んでいただければ。おはようございます。おはようございます。開会式始まります。おはようございます。中部ミーティングに何でも見えられてる方にはこの今の絵柄に違和感を覚えてるかと思います。はい、丸くて大きいシルエットがないと思うんですけれども、どういうことだ。まあ、スタッフではなくなったんですね。なので今回は高谷さんの力を借りて MC をという形になっております。なんか似たシルエットがいますね。なんか似たシルエットがいますよね。ちょっと詳しそうなんでちょっと司会お願いしようかな。ちょっとおじさん、日の丸ピンクのおじさん、ちょっとどうですか。各種注意事項と、タバコももちろんダメなんですが、タバコに関しては、ホームテントの右側ですね、白いテント、はい、スープラの前です。スープラの前にですね、喫煙所があり、今奈良軍団の団長が、はい、で、センターハウス内の使い方ですけれども、飲食禁止にさせていただいております。お願いします。なかなかね、食べ物で、自前のテントを持ってらっしゃる。ゴミはちょっとお願いします。お持ち帰りください。そこは一つお願いします。はい、で、ただしキッチンカーさんで買ったものは買ったたところで回収してもらえますので、はい、オーバーフェンダーと、シャコタカキットみたいな形で、はい、持ってらっしゃいます。奈良軍団さん。奈良軍団さん、はい、怖くないですよ、大丈夫ですよ、はい、怖くないですよ、大丈夫です。はい、そろそろ、そろそろね、大会のエイヤーをお願いしたい、ね、お願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、どうもジョニーデップです。よろしくお願いします。はい、去年のうん、黒歴史といいますか、やるぞやるぞやるぞが全くみんな理解されずに終わるという事故が起きましたので、まずはやるぞーって言ったら、やるぞやるぞやるぞって言ってください。はい、これ新しいのにしましょう。はい、ね、行きましょう。はい、じゃあチューブ、2022年チューブミーティング行くぞ。やるぞ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 グダグダやねんか。はい、チューブミーティングこんな感じですので、やるぞやるぞやるぞです。いいです。殴りながらやるぞです。じゃあ行きますよ。はい、チューブミーティング2023、あ、行くぞ。やるぞやるぞやるぞ。はい、拍手。はい、では、さて、どうでした？コンテスト早速始めたいと思います。はい、引き続きジョニーデップがやっていき、はい、1番渡辺くんです。はい、はい、ご了承いただいてください。拍手。イエーイ。はい、次、はい、2番、はい、こんにちは。こんにちは。お名前から。ナーチです。ナーチさん。はい、ここにも本名が書いてないところが感動ないリアルに。リアルに。ツイッターはアイコンになってます。マジで。マジで。びっくりしたもん。え、お元気なの？もう10年前でした。はあ、おお。だからこれ。だからこれ。それは、ね、表にだいぶ影響する気がするんですが。そうね。うん、まあね、おばあちゃん重いですよ。なんか、でも高級そうな部品がいっぱいついてます ね。ちょっと。そんなこと出てない。すごいね。これはショップのデモカーの。はい、今ですね、開会式が終わってドレスアップコンテストで、ね、今やってます。天気がおかげですごく良くなってきまして、暑いです。会場めちゃくちゃ暑い。
少し曇ってくれた方が過ごしやすいぐらい暑いです。まあ、今日いろいろこの後もですねイベントというか、まあ、催しがねあると思います。あとキッチンカーもですね去年までこっちの下だったんですけど今年はねあの上の、センターハウスの前にキッチンカー来てるんでキッチンカーも行ければちょっと見に行こうかなと思ってます。それから今マジカフェさんのお店が非常に好評で、この白い一番左のテントなんですけどねもう行列が開会式前からもうとんでもない行列ができてまして今あのお客さんの接客にてんてこまいになっております。まだ始まったばっかりなんでね、いろいろ見ていきたいと思います。もしかしたら終わり際に若干雨が降るんじゃないのかっていう天気予報になってますけど、まあ、僕晴れ男なんで多分天気は大丈夫でしょう。であそこで今レッドブルもらえるんで、レッドブルもらっていきたいと思います。いい感じの写真撮れました。はい、もう暑くて大変ですね今日は。本当ですか。はい、じゃあちょっと翼あったらもっといい写真撮れます。ありがとうございます。ぜひぜひこれで今日来るかどうか分かんなかったんで。あ、本当ですか。買ってきちゃいましたけどそれは後で。そうですね、飲みます。じゃあもうキリッと冷えてる今が、はい、でも顔より私から授かった翼のが絶対美味しいです、ね。ありがとうございます。いただきます。楽しんでください。ありがとうございます。そうだね。いやだからフォロー固めるしでバッテリーがこっちになってるんだ。だから5時だけ。いらっしゃいませ。公園としないかね。スタートボタンもまだありますよ。ミラーはどこ。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あ、もうちょっとさっきから今日バイトなんで。はい、テルクマ。ジルコンサンドとなんだっけ、プラチナクォーツ。白は今売れちゃったかも。イヤリングもまだあります。これあまり小銭で言わない方がいいです。でかい方。これ耳につけれるやつだよ。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。テルクマのこれもありますよ。なんか塗ってありますよね。あ、でかいのありますよ。はい、ちょっと面白いかな。そう、あ、白もありますわ。これうん。お寄せ上げてください。拍手、はい、ありがとうございます。どっちが似合いますか。いやいや、こっち、お疲れ様です。ありがとうございます。そこのお便りでした。1500円です。いや、下駄車とロードスターがあって両方ともおかしいっていうのは、僕含めいろんなやついますけど、2台ロードスターって2台ともすぎるっていうのはなかなかおらんことですよね。女子高生みたいな。あ、よし、これでいい。あ、そうか、名前だ。ER ですよね、ロードスターって ER ですよね。 ER だからロードがなくてもいいんだよね、これは。あの7月にある横浜のロードスター書いてあるのがかっこいいよ、これ。イベントがあるんですよ、ロードスター、ロードスターって、はい、そこのところで書いて貼ってもらって、そうなんですか。過去に書いたのをみんなそこで、あ、そうなんですか。あ、これ、あ、そうか、だから見たらこうなるのか。以前は毎年その日に出たんですけど。あ、そうなんですか。横浜のミーティングがあったんですよ、はい、そこで、やっぱ手間くっとるな。あ、ちょうど初日にいつも毎年。あ、わからん。毎年そこに行くチャンス。なるほど。なんかハンバーガーみたいの来るっつって書いてなかったっけ。ハンバーガー、気のせいか。あそこは何、あれバーガーっすよ。バーガー、うん、あー、どうしようかな。何にします、決めてくださいよ。じゃあわらび餅。じゃあわらび餅ご飯に。マジ熱いっすよ。焼きそばかな。ご飯ステーキ丼。ステーキ丼がいいな。ステーキ丼にするか。ハンバーガーと。おう、ステーキ丼に並びましょう。じゃあ、よっしゃ、レッツゴー。お年物の紹介します。ステーキ丼いただきます。川島優香さん、富山県からお越しの川島優香さん、
じゃあ大盛りにすればよかったな。ちょ思ったより少なかった。いかがですか？11時半ごろにですね。ミミ。あ、大丈夫大丈夫。治った。お尻の頂点超えたからね。お待ちしてます。よろしくお願いします。ただの犬好きおじさんだし。旗持ちの方はしゃがみましょう。しゃがみましょうか。はい。で、あの結構広角レンズで。今度は後ろの人見えなくなってもいいから。だいぶ過ごしやすいちょっと曇り空になってきましたけども、まあ、ちょっとなんか夕方から雨がパラパラ来そうかなっていう天気予報になってるんで、まあ、もうちょっとこれで持ってくれると嬉しいなっていう感じです。でちょっとなんかスイーツでも探しに行こっかなみたいな感じで、もう一回あのキッチンカーの方へ行こうかなと思います。行きがてらショップさんのブースをちょろっと遠目に見ていきます。みんなお疲れで寝てます。ジェットストリームさんは前 NC の時にあのリップスポイラーをつけてたんですけど、結構かっこよくて良かったんですよね。 ND のもあるのかな、あれそうかな。ちょっと前の NC の時のやつはなんかこうマッチョな感じだったんですけど、 ND のはなんか少しこうとんがってる感じですかね。ウェーバースポーツかっこいいですね、このバンパー低い。そしておなじみのオフロードスターガレージアイ、MZ レーシングさん、何さんだこれは、ちょっとわかんない。なんだっけ。わかんないです。RS ファクトリーステージさんで、これ多分ロードスターブロスですね。わあ、チュロスか。チュロスとふわふわ氷。ふわふわ氷でも食うか。特訓ハンバーガー。ハンバーガー屋さんは。ここだったか。あ、明宝ハム。あ、ちょっとこどうしよう、チュロスにしようかな、氷にしようかな。結局両方買った。どっちにしようかなって言いながら両方買った。 KPC。 すんばめ選手権始めたいと思います。あの始まったからもう参加できないっていうと、はい、そういうわけではありません。そうですね、並んでいれば参加できますので、はい、ぜひぜひ。やっと見て楽しくなっちゃった人は後から追加で入ってもらっても構いません。
縮んできてしまう。うわあ、できたー。うわあ、すごい。ラッピングに興味を持たれた方はロジェさんのところに相談から、はい、ぜひぜひ。どうした、海の親ですね。最後までありがとうございます。はい、ではまずですね、先ほど行われた寸止め選手権の優勝者の方に出てきていただきたいなと思います、うん、はい、こちらにお願いします、うん、やりましたね、はい、いや2回目の時はまぐれだったのかなと思ったんですけどバッチリでしたね、うん、毎日コンビニのあのワード目で練習してました、この日のためにどうもありがとうございます。本当に本当に全然大人げない感じで大丈夫です。そうですね、大人げなく言ってください。腕でいい、腕も OK です。手じゃなくて腕も OK です。もう全部使ってください。ここのここに、ここに回収します。はい、おー、やる。第3位、第3位はエントリーナンバー2番うなちさん。2位、2位、ナンバー6番おきちさん。ナンバー6番おきちさん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ジューブミーティング2023、ドレコン流行る第1位はエントリーナンバー10番ノエリーさん、はい、ノエリーさんおめでとうございます。じゃんけんぱい。チョキの人、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 じゃんけんぱい。よし、グーの人、よし、はい、いくよ。はい、じゃんけんぱい。チョキの人、チョキの人、あ、来た。じゃんけんしょ。はい、2人確定、2人確定、2人勝負してください。2人確定です。ドラマ、ドラマ、ドラマ。ビニール袋あげますよ。今年もね、エイデンさん、エイデンさんまた動画撮っていただいて、エイデンさんもスタバ大好き。耳寄り情報でしたね。何の情報ですか。はい、スタバのお姉さん好きな人のじゃんけん、はい、じゃんけんぽい。はい、グーの人、グーの人。スタバ率はやっぱすごいな。すごいね。はい、フラペチーノが好きな人のじゃんけんです、はい、じゃんけんぽい。あ、チョキの人、はい、じゃんけんいくよ、はい、じゃんけんぽい。あ、うっそ、裏切り者、裏切り者。これでチームミーティング以上になりますが、はい、毎度のごとくですね、個人的にはミーティングの後の時間って一番楽しいじゃないですか。その時間を味わっていただきたいなと思って、5時までここに入れます。なので、5時には完全撤収なんですけれども、こんだけロケーションいいところなので、ぜひここで写真撮影したり、仲間と一緒に並べたりとか、色順に並べたりとか、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。一参加者として、まあ、こうやって前で喋ってますけど、一参加者として、チューブに20年ぶりに、一参加者としてここに来させてもらって、やっぱいいなと、楽しいなと思います。でまた来年からもこのスタッフがうまく回していってくれると思いますので、今日っていうか、もうここまでね頑張ってきたこのスタッフに大きな大きな拍手を仕上げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。
スタッフの皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ボランティアさんの方もありがとうございました。ボランティアの方、特に、なんか急にあれやれこれやれって言われてあたふたすることもあったと思う。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、中文ミーティング2024に向けて、来年もやるぞ。1、2、3、はい、ダーン。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。